皆さんこんにちは、バーテンダーの河野です。本日はですねモスコミュールっていうカクテルをご紹介します。まあ、バーでは本当にモスコミュールっていうと、まあ、ジントニックっていうとかなりこう定番中の定番なんですけど、まあ、モスコミュールもすごく、古くから人気があるカクテルで、当店でも今、人気のメニューになっております。それでは、制作に移りましょう。でモスクミルはこのドーマグっていうのを使うのが、まあ最初の考案された方がドーマグを使ってます。なのでこれを使うことによってキンとこう冷えたキリッとした味わいになるので、できる限りドーマグを使った方がいいかなと思うんですけど、まあ、グラスとかでも大丈夫です。でかなり、キッと冷えますので、まずはさらにそれをさらにまだまず氷でグラスを冷やしていきましょう。その方がこの季節にはぴったりです。どん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 これグラスに、マグですね、マグに霜がついてきます。これぐらい冷やしていきましょう。で氷はまずすべきます。でベースはウォッカーです。当店ではこういうふうに、ジンジャーをさらに引き立てるためにこうウォッカーに生姜ですね、ジンジャーを漬け込んでます。このウォッカーを使います。そして、こちらはライムの果汁です。これを足していきます。ジンジャービアっていうのは日常的に飲まれている炭酸飲料です。ビアとつきますけどこれはノンアルコールです。このまま飲んでもかなり美味しい、もうジンジャーの生姜の効いた炭酸飲料なので結構爽快感もあります。でこれで割っていきます。で炭酸を入れて、まだ氷は入れてない状態なんですけど、これで軽く優しく混ぜていきます。できる限り炭酸を飛ばさないようなイメージで混ぜてください。であとは氷を足して、で軽く 1,2 回ステアして完成です。あと風味付けにこうライムの皮ですね、ライムピール、これで最後に上から風味を出します。で中に入れ込みます。はい、こちらで完成です。エンジョイ。